はいみなさんこんにちは TBC 受験研究会統括講師の山口正広ですで本日はですねこちら事例の2ですねマーケティング流通に関する事例こちら平成25年度を担当していきますのでよろしくお願いしますで早速ですね皆さんお手元ご用意くださいまああの過去問ですね過去問の解説のところ まあ問題ちょっとコピーしてねあの解いていただいてもいいかなと思いますが、まあ、問題編の部分ですね、まあ、私はよく昔こういった過去問を解く時にはコピーをしながら使いましたんで、まあ、例えば事例の1とか事例の2ね書き込んじゃうともう使えなくなっちゃうんで、まあ、コピーを取っておいて、まあ、そこにこう何度も何度も解き直したって記憶ありますんで皆さんもぜひそういった形であの使っていただければと思いますはいじゃあそれではですねお手元ちょうど問題の方はですねページで言いますと6ページですね 6ページかなりページでいうとこの前の方になりますが6ページをまず皆さん見てください。で今回はまあこちら事例の2でありますね水産練り物のの製造小売業っていうのが出てます、まあ、あと内容につきましては解説にしっかり書いてありますが、まあ、こういった要は見ていただきたいのがパート含めて10名なんですよ。従業員数パート含めて10名要はこのの規模の 企業が出てきたらやっぱり実現可能性の高いプロモーションとか取り組みっていうのを考えないといけないですよっていうところをまず考えてみてください例えば皆さんがお勤めの会社がかなりもう本当にビッグカンパニー大きい会社だったらやっぱりこういう10名の会社の気持ちってなかなか分かりにくいんです正直な話私もそうですねあのー、元々いた会社は大きい大手のスーパーでしたから こののの10名とかか会社がどういうい状態なのかっていうのは正直中小企業診断士にまあ試験受かって実際にコンサルね中小企業するまではあまりよくね分からなかったんですよ。まあ、試験は試験問題で解いたっていう感じなんですがただやっぱり試験の中にはこういったね本当に小さい会社が出てきますんで小さい会社ということは経営資源が 限られているその限られた経営資源の中で特にマーケティング流通の中では、まあ、マーケティングといえばまあコトラさんとかもそうなんですけど実現可能性のの高いいいいいそそうううっった案っていうのを出さななけければいけないとそうですねやっぱり無理なこうマーケティングっていうのは絶対にお金的にも首都的にもできないっていうのはありますからそこは是非念頭に置きながら事例の2を解いていきたいと思います。 はいじゃあそれではですねまず、えっと、こちらに6ページの方から問題がありましてで特にねこの25年という問題は試験員の試験員の傾向というかね試験員の考え方が色濃く出てますカテゴリー分析という形でねですからそこは皆さんですね、まあ、かなり試験員対策としては重要な年度なんだよということをですねちょっとインプットしておいていただければと思います。はいじゃあ早速後ろの方に解説ありますんでそちら 35ページのところに事例の分析とここはもう皆さん読んでおいてください、まあ、お買い求めいただいてる方は書いてありますんでここしっかりと読んでいただきたいとでそしてえっと下にですねスウォット分析がありますですからまず解き方のポイントとしましてはちょっとこちら消していきますね。出だしどこからとい,い,いうとまず丸一番 TBC、まあ、メソッドの中では「設問要求の把握」 まず設問要求の把握をしましょうとでそれはどういうことですかっていうと具体から抽象要は設問が具体的に書いてあります設問一何々とそれを抽象化するその抽象化というのは皆さんの要は知識ですそれをしっかりといかにストックしておくかっていうのがまあ最近の一次試験の知識をストックしておくかっていうことが二次試験にやっぱり影響するとで二次でもその知識をいかにストックしておいてあとは もうボクシングのコンビネーションのパンチみたいにいかに早く適切なこう知識を引き出してパンチとして試験問題に繰り出せるかちょっと表現悪いですけどねそんなイメージです。こう相手の試験員のパンチが来たらいかにそれをかわしてパンパンパンと打っていくかねそういったところがやっぱり抽象化の今度知識を知ってるだけじゃなくてコンビネーションという形で考えられますんでそこはもう事例を解きながら練習するしかないかなと思います。そその中で具体から抽象そして ② 今度は予見の分析とで予見の分析では特に特に特に事例の2では SWOT 分析でその強みを強みの中の強みとして VRIO 分析ブリオ分析というところまで落としておかなければいけないですよ。 じゃあ無料分析忘れちゃった方は企業系理論をしっかりと復習しておいてくださいね一次試験のテキストに大体どこの学校も載ってると思いますはいで続いて3番目今度は何かっていうと回答の作成と回答の作成というのをしていきますよで回答の作成ではどうするのかって今度は抽象から 予見文書の知識とかも踏まえて具体化していくとで具体化するときにはやっぱりもう一回説問要求考えて2つなら2つ3つなら3つっていう感じで時数に合わせて具体化していきましょうとで具体化するときには特にマーケティング流通にに関する事例はより具体的に書いいてください明日から社長さんが皆さんの改善を聞いたら「よしやっていこう」というくらいの、まあ、そういった改善を出していただくと非常にいいかなと思います。 はい、じゃあ、よろしいでしょうか。まあ、この三段ステップで、じゃあ、説問要求の把握は、第一問、第二問という形で、まあ、この後にまた進めていきたいと思うので、まず最初にですね。まあ、この流れの中では、予見の分析。でスウォットはちょうど三十五ページにも書いてありますので、そこはもういいかなと思います。スウォットはね。でもちろん、皆さん、ドメインの最低限も書いてあるので、三十七ページは見ていただきたいと。じゃあ。 ここでじゃあ何をしていくのかというとまずですねじゃあ段落ごとにちょっと内容を見ていきたいと思いますので皆さん問題の方行きましょう段落のチェックちょっと進めさせていただきたいと思います。じゃあこちらまず第1段落目どこがあるのかというとでさつま揚げ作っているなんてところがありましてでいろいろとこう冷蔵で7日間の保存が可能とか。 でファックス発注のよる、まあ贈答品や遠方からの取り寄せ需要も多いとか、まあ、こういうことが書いてあります。ですからこの第一段落の B シャワーっていう長い段落ここはまあ私の中では結構まあ強みの部分が多いかなとそうです、ねまあ、さつま揚げとかまぼこなんて書いてありまして、まあ、創業以来やってきたわけです。ね、でこの贈答されたのをきっかけに味わいが気に入り。その 味わいとか風味とか歯応えとかそういったところはブリオ分析の中でいうと模倣困難性に近いものですね真似しにくいといったところになりますからそういったところもイメージ付けていただきたいとでそしていきましょう次の段落かつて B 社はでここの段落には何が書いてあるのかっていうと後継者が不在でありといったところで次男が継いでくれたといったところになりますと。 で次男は一生懸命こう勉強というかね修行して修行してどん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 キャッチアップしてでまあ経営者となっていきますよという話が書いてあって次の段落はい行きましょう副社長は着任後の3年間を通じ現在の B 社の経営に対して限界を感じているとだからここで何をするのか経営の刷新ですよこれをやりましょうと。 で設備の稼働率を上げていこうといったところが段落で、まあ、3行ぐらいしかないんですけどね短かったで次の段落いきましょう副社長が最初に行ったのは主な顧客である、まあ、この主婦たちのヒアリングいは顧客のニーズを 顧客のニーズををちゃんととと探っていいこここうというししましたこれは重要ですねドメインの中でも標的顧客のニーズっていうのはものすごく重要なのと同じでやっぱりマーケティングの基礎の基礎になってくるかなと。でただこの中で重要になってくるのが代々の味を守るとという点にあったとだから機械化するんだけど味わいが変わっちゃうとお客さん離れるのでそこがすごく難しいところですね。 B 社は、はい、次のページにかけて「機械化後も味わい,味わいがほとんど変わらず結果として顧客離れはしなかった」っていうのはこれは持続的競争優位でやっぱり模倣困難性の高いものだという風に考えていただいていいかなと思います。はい、でそこをずっと読んでいって「まあ、Z 社」とか出てきますね競合関係が出てくるとでそしてここ長いです、ね、なんかこう野菜ミックスじゃあ野菜ミックスのきっかけってどうだったんですか いうようよなところがこう考え方でねあるこの何ていうのかな初老の女性が来店時に何気なく発したここ本当に顧客の声ですね新ごぼうが変わる初夏の野菜ミックスが一年の中で一番おいしいという言葉がありましたとこれがものすごくこの商品開発のまあ軸になったのかなとでそして次の段落副社長は今度農家を対象にこうヒアリングしてまあ季節ごとどうなのと。 ね、そういういいことを考えていきましたよとそしてやっぱり原材料がないといけないのでチャンネル戦略上川下のスーパーだけじゃなくてここでポイントな川,川上のここでは預見文書の中では農家の方にアプローチしていったわけですね川上の農家の方にアプローチしていったここが大きなポイントになりますよと川上の方にしっかりと原材料の獲得をしていこうとこの辺が社長さんの中でやっぱり大きいポイント。 で見ていただきたいのがずっとそこが書いてあってこのような新商品開発の次に社長はかまぼこの今度は川下ですね販路でスーパーマーケットの販路拡大っていうのをインターネットを考えた要は販路開拓をする、まあ、販路拡大でも結構です川上の要は原材料をしっかりと抑えたら今度は川下に行こうとこういう流れですね。ででその中で 販売をを行うう自社サイトの立ち上げを構想するっていう、まあ、この8ページの方に行っていただいてでそしてまた次の段落 B 社ではさつま揚げっていうのをこう、ね、限定にしていたがかまぼこはいろいろとスーパーにもこう納品をしていましたとでその中でまあどうしたのかといったところで出てきたのがスーパー主催の,この食育のイベントですねこれは強みと考えていいと思います。 強みとかるこれ成功したっていう,ようないうようなニュアンスで書いてありますねですからそこはもうやっぱり協力が来るっていうことはそれなりのノウハウがあるんじゃないかなっていうふうにじゃあそしてずっとその段落を読んでいってポスの話が出てきてそしてじゃあ行きましょう、ね。分析してもらいたいという打診を受けてこれが第3問にかかるところ。 そしてこの取り組みと並行して副社長はインターネットの販売サイトの構築の計画を開始したとでインターネットで頑張っていこうこれが第4問にかかるところで最後これらの新たな取り組みに対して中小企業信頼士のあなたに相談したいというようなところが「文章の締めくくりとよろしいでしょうかね」SWOT は後で解説を見てください。 じゃあそれからですね続きまして今度は説問要求の把握として具体抽象すなわち第1問から進めていきたいと思いますそして第1問の具体抽象とあとは抽象から具体っていうのをこちらの回答解説を見ながらまあ同時に解説のを進めていきますはいじゃあそれではよろしいでしょうかこちらホワイトボードを切り替えていきますので写してくださいよろしくお願いしますはいじゃあそれではホワイトボードを写してください はいじゃあそれでは第1問ですねこちら一緒にですねこちら具体のところ抜き出してありますので確認しながら進めていきたいと思いますはいじゃあ行きましょうまずお手元見てください、まあ、こちらですね皆さん問題文のところの9ページ見てくださいで副社長を着任以前って今回抜き出しましたで特にマーケティング流通に関する事例では時系列これをしっかりと把握していかなければいけないですよねと。 これ私そうですね本当にもう15年以上前からずっと言ってることなんですが時系列という概念ここはねしっかりと見て特にまあ短い年もありますけど予見文章が他の例えば事例と比べて長い年の方がやっぱりマーケティング流通って多いんですね。ですから時系列でいつからいつのことを言っているのかということをしっかりとわからないと。 いやなかなかですねこうつまずいてしまったりとかあとは無駄なこう時系列の部分を書いていて得点につながらなかったりとこういう方結構いらっしゃるんですね。すごいいまとめるののががくて、ね、予見の分析力がうまいただすごく残念なのがこの時系列をしっかりと示している問題で他の時系列を入れてしまってる例えば副社長の着任後のことを触れちゃってるとかねそうすると まあ、受験校の問題だと点数にならないだけなんですが、まあ、本試験だとどうでしょうね、まあ、出題者がちゃんとこういうふうにしてくれっていうふうにこのように書いてありますんで設問要求に従わないっていうことは要はどういうことなのかっていうとこの2次試験適正検査です適正検査っていうのは皆さんが合格しましたで経済産業大臣のお染み付きをもらいます。 でそれで中小企業診断士として中小企業に行きますでそこで社長さんの言うことはあまり聞かない要は説問要求読まずに勝手な意見を言ってなんかうまくいかなかったとこうなりますよねコンサルしてじゃあそのクレームって皆さんどこに行くと思いますこれどこに行くかっていうと中小企業庁に行くんですよなんでこんな診断士ふざけんなみたいに行きますこれも言ってました。ね、ですからそこに行く で来てもらうと困るんですね、まあ、自分たちのせいじゃないとは言いにくいんですけれども、まあ、直接的には自分たちじゃないじゃない。ということはそういう人は振るい落としたいわけですよ試験の時にそういう試験だというふうにまずね念頭に置いといてください。この辺は私もですね理論生産工講研修機関として、まあ、しっかりとねいろいろと会話をしていくコミュニケーションを取ったり、まあ、企業庁に報告しに行ったりする時にやっぱりですね、まあ、どういう試験なのかなという時にやっぱり過去の専門家の方はいや適正検査だと。 じゃあどういうういいいい適性なな。のかというと、も多いよねみたいなで、まあ、そういったところでやっぱりがあるのかなと。ですから説問要求を外すと受験校では点数にならないぐらいのまあ措置なんですけれども本試験だともっと実は減点されてるかもしれないというのがありますのでここはねよくよく注意をしていただきたいですからまず皆さんが考えていただきたいのは時系列ここですね時系列 いいいいつつかからいつまでなのかここをちゃんとと見てたただきたいとじゃあ続いていきますと今度は「売上げの拡大は見込めないまでも」。ということは売上げをずっと拡大して急激に大きくなるっていう話ではない。でもう一つ、はい、小規模企業でありながら存続こう存続しているわけですね潰れてはないですよ。じゃあなぜ存続できたのかっていうその理由ですね。 ここで考えるのはその理由を80日時代で述べようじゃあ何を述べていくのかっていった時にこの手の問題の時には売上げの拡大小規模企業でありながら、はい、まず皆さんがここで抽象化していただきたいのは持続的競争優位っていううのは何なんだろうとこれ重要ですね持続的競争優位それがないと競合他社と戦って負けてしまいますよと。 ですからこの手のフレーズが出てきた例えば成長してきたとかうんぬんかんぬん例えば企業として利益を出し続けてきたとかということは持続的競争優位があるわけですねなきゃ潰れてますから小規模で競争戦略上はね。ですから持続的競争優位とさあそれでは「持続的競争優位」というのを分析する際に どうしたらいいですかと競争優位はいでその時にはまずはスウォット分析ですよねそしてもちろん競合他社が真似できない模倣困難性の高い資源というのが持続的競争優位になりますので強みをさらに V. R. I. O. 分析、ブリオ分析ですね。ブリオ分析によって。強みのランク付けというのを行っていただきたい。ランク付けね。でランク付けを行うことによって、これどういうことが起こるのかというと。さらに強みの中の強みってどこなのかって言うのが見えてきます。 じゃあここでブリュー分析の皆さんおさらいにもなるかなと思うんですけど愛と王ってじゃあどういうこととですかと愛,と王,愛と王っていうのは例えば模倣困難性が高い要は真似できないとかあとは王っていうのは組織オーガニゼーションでずっと例えばそうですねそれを別の意訳をすると伝統的にとか代々受け継がれてきたうんぬんとかそういったところこの辺が大体オーガニゼーションに入ってくるかなと。 そそれはそうですね組織として培ってきたものですね代々あとは愛この模倣困難性の場合ですね何がじゃあ愛になるのかっていうと真似しやすいものと皆さん真似しにくいものって、まあ、企業経理論の中で結構出てきますよね戦略の言葉で皆さんこう思いつくなりますか真似しやすいものっていうのはどういうものですか こうモジュール化しやすいものって真似しやすいですねですり合わせが必要なものっていうのは真似しにくいですねで真似しやすいものっていうのは部品を A と B を組み立てれば必ず C というものになるっていうのは真似しやすい真似しにくいっていうのは A と B を組み合わせてもその加減とか配合とか組み合わせ方で C にもなるし D にもなるし E にもなるしこうバラつきが出るものこれ真似しにくいですね すり合わせっってていうのが必要になってくるとでそれでじゃあこの B 社っていうのはどうなのかっていうと要は回答のところにも先に見ていただいた方はお分かりいただけるように例えば食感とかありますね食感とかあと24年のまあ事例の時でも、あのー、例えば芋焼酎とかもあるんですけど風味とか味わいとかこの辺って結構真似しにくいですね。風味味わい食感 これ難しいですよね例えば料理人の人が食べてそれを再現しようとするとやっぱりプロの方でも時間はかかるというようにやっっっぱ同じよううななな食感とかかか風味てて生み出すっていいのはなかなか難しいとそれがラジオとかだったら分解して部品入れれば同じものが作れたりするんですテレビとかだとね、まあ、ある程度の技術で売ってるならば中間材市場としてでそれがないならばなかなか難しいかなとでそんなものを扱ってるってことはやっぱり持続的競争の中の特に愛。 模倣困難性の部分、ブリオの部分に繋がってくるかなと。じゃ、そういった愛と王の視点をこのスウォットはい。35ページに載ってますので、s w ット分析、皆さんどこから捉えます。私がまずスウォット分析の中でピックアップしたいのは3番目ですね。強みの3。 B 社のさつま揚げは他社にはない原材料配合により食感が柔らかく顧客から高い評価を受けているで顧客から高い評価を受けているっていうことはこれはもう強みだよっていうふうに言い換えてしまって結構です言い換えてしまで k、OK、ですですからこの中で強み特に出てくるのは強みの中の中番目でですねあとは強みの中の4とか5ってどうでしょう B 社のさつま揚げは冷蔵で7日間の保存が可能であるってさらっと書いてあるんですけど7日間持つっていうことはこれ通販できますよねこれは結構ね真似しにくいんじゃないかとでもう一つはい5番目でそれがあるからさつま揚げの売り上げの2割を占めているといったところで一つはそうですね強みの4と5番目この辺も出てくるかなと思います。 皆さんお手元で確認してみてくださいで最後ですね11ですね11あのー、あごめんなさい12ですね社長は代々の味を守るという方針をこれは王のオーガニゼーションに近いですね維持し設備の機械化後も味わいが味わいですね真似しにくいですほとんど変わらず結果として顧客離れは発生していないと言ったところの12 強みの12の部分です皆さんここ見えますかちょっと下になりましたけど12と書きました十二ねはいじゃあそこを合わせて考えていきたいともうちょっとこっち書きましょうかね強みの3とあとは強みの4と5とで強みの12とはいじゃあこちら消しますねでするとじゃあ時系列のところでそれぞれフィルターかけて3つを選びましたが でいきましょうここからどういう回答になっていくかということが抽象から具体の流れになりますじゃあ具体的な回答の方をちょっと見てくださいで回答の方を見ていただきますとこちらでですねよろしいでしいょうかまずは「独自の原材料配合による柔らかい食感を持つさつま揚げが」といったところですね。 であとは贈答品や取り寄せ需要に対応しといったところでまず一番初めのところでさつまは特性っていうかどういうまあ特徴を持ってんのかねでそれがどのような特徴がありますかとこれは長所の長で長いっていう字にしましょう特徴ですねこういったとこここがしっかりとまず書けているかと。 で続いて強みの中の4番目と5番目はこのファックスの注文に対する対応なのでそこが贈答取り寄せの対応需要に対応しているとそこになりますかねと。これは取り寄せ対応ねここに書いてあります。 ね、こういったところで、まあ、取り寄せ対応とちょっとね省略しましたがそこですねででも結構ですでそして続いて代々の味っていったところで最後「味を守ってきてますよ」とこういうまあ具体化を図ってます書き方は若干違ってもいいんです回答は。ただ軸をしっかりと考えて 回答の設計図三十八ページにあるように、回答の設計図を考えつつ。三つに、まあ、ある程度。関連する部分を分類して、予見分析から導き出していくと。で、この手の問題は。やっぱり予見中心の問題が非常に多いです。過去形ですから。で、そういった問題は、やっぱり取りたい問題ですから。皆さんがこのような問題がね。こう将来にわたって、皆さん受けるときに出題されたときには。 確実に取れるようにしておいてくださいものすごく重要になりますはいでよろしいでしょうか第一問ですねまずホワイトボードをこちら移してくださいよろしくお願いしますはいじゃあそれではホワイトボードを移してくださいはいこちら第二問ですね学習を進めていきたいと思いますじゃあ早速ですねこちら見てください 具体のところですね全部抜き出してありますのでそれぞれ皆さんお手元と確認してみてくださいはいじゃあ行きましょう早速ですね第2問第問問はすごく質問要求が長いですですからこの「説問要求」の文章が長い説問文が長いということは慎重に制約条件を読み取っていただきたいと。 これ非常に大きなですね落とし穴になるマーケティングー通に関する事例の部分ですのでそこはよくよく注意をしていただきたいと思います。長い方がヒントが多いんですがずれると先ほどと一緒ですよ。出題者の方は適性検査ですからあちゃんと社長の話をヒアリングできずにこうアドバイスする人なんだね不合格こうなってしまうからこれ一番、ね、怖いです特にマーケティングー通ね。ですから 説問要求、質問文自体が少なくて要求が少ないものよりも長い方が慎重に慎重にこう回答を進めていただきたいとですがしっかり読み取ればになる確率はぐっと低いですよね抽象化の部分が多いわけじゃないからですからそこはしっかりとですねあの自分の独りよがりではなくて説問要求を読み取るこれに専念していただきたいと思います。 はいじゃあ皆さん早速ねあの特選取っていくように勉強していきたいと思うんですがまずは一つ目さつま揚げの新商品開発これありますありますね B 社のさつま揚げの新商品開発において農商工の連携が実現した要因の一つここありますね要因の一つに何がじゃあ要因なんですかっていうとこちら地域ブランドただ重要なのが 副社長がやっぱりですね農家に対して地域ブランドの確立がつながるようにデザインの工夫をちゃんと提案したとやっぱり自社の商品がいいだけじゃダメなんだと地域全体、まあ、町おこしとかねこの辺は特に中小企業診断士の試験の中もしくは中小企業政策全体この我が国の政策全体の中でもキーとなる部分ですからそこはやっぱり二次試験に入れたんじゃないかなと思います。でもう一つが地域ブランドの価値を高め これを高めたわけですねでそれぞれこの辺読み取ってくださいねかつ原材料の農産物の質の高さを追求するっていうことはそこを追求することを書かなきゃダメとためにはパッケージをどのように工夫すべきか82台述べよその後長いですね正しい句をいきましょう「パッケージは筒状のビニール素材で小判型のさつま揚げを12枚重ねて包装するものですと」と。もう1つ 形状を変更することはできないんだけどデザインは柔軟に変更できてここもちゃんと考えてくださいまたシールの貼り付けもペタンとできますよという制約条件がありますのでここ要注意ですね。はいじゃあそれぞれ抽象化を図っていきたいんですがまず軸となるのはどうなのかっていうとブランドブランドブランドって出てきてますよね。 ブブラランンドドの価値要は地域ブランドを何とかしたいわけですここは譲れない部分ですね設問要求の中で。でパッケージというところなんでまず出てくるのがここを抽象化していく軸の部分パッケージデザインでなおかつこのブランドの価値といったところがここが大体関連のある部分かなと当たりをつけていただいたらじゃあ上の部分は何かっていうとここ要因です。 実現した要因となさつます薩摩揚げの新商,品生活あ新商品開発で農商工の連携が実現した要因となってますのでこれがなぜできたんですかなぜでできたんですかというとこういうところにつながってきますのでここはまあつながりとしてもう関連させていただいてもいいかなとすると今回、抽象化した先には何があるかというとまずブランドって何でしょうと ここをしっっかかりととと化で見切っていかないといけないななけじゃあブランドって何かって言うと天野の正義とかいろいろ見ていただきますと、まあ、皆さんご存じですよね、まあ、今回解説の中をそれぞれ見ていただいてもよろしいかなと思います、ね、で解説の中いろいろと見ていただいてもブランドって何だろうと変わりません、ね、地域ブランドうんぬんという形については書かれておりますでそして あの見ていただきたいのはじゃあブランドについてもうちょっとこちらねあの解説から深めていきたいと思うんですが解説から深めていくとじゃあブランドっていうのは何と何と何が組み合わさるとブランドとしていいのかもしくはブランドって分けると何になるのかなんてところはアマの定義を皆さん思い出していただきたいんですね。でするとアマの定義って何かっていうとまず名前ってありますね。名前名前前 あとは。名前と用語ってありますね、用語。あとは何があります。名前用語。あとは。デザイン。シンボル。その他、まあ、その他っていろいろあるんでしょうね。デザイン。シンボル。まあ、その他。そんなところが、アマの定義の中で。 まあ、ブランドというのを考えた時に思いつくかどうかっていったところが一つ抽象化のところですするとそれぞれにどのような名前どのような用語なのかでどのようなデザインなのかどのようなシンボルなのかで名前と用語っていうのはもうまとめていただいて構いませんどうまとめるのかっていうと名前と用語っていうのはネーミングのことですからこうですね何かをつけるすなわち ここに集約されるんじゃなないかなと。たいこの3点ここのまず軸をずらさないで回答できるか抽象化の部分ですねそれをしっかりと書ききれるかっていったところがポイントで具体的な回答のところもまず出てくるのがネーミングについて前半戦触れてます X 氏の名前を関したネーミングと氏あります、ね、でデザインしたパッケージっていったところでパッケージのデザインと。 ここをそのまま使っていて、でシールを貼っていく。これは何かっていうと一種のまあシンボル的なところですね。シールを貼っていきますよと。まあこの辺はどうなのかっていうと、シールが貼れるっていうまあこちらですね。貼り付けも容易でありますよといったところから、これ一種のね農家のなんとかシリーズみたいに顔写真を貼っていくっていうのも一つなのかなと。でもちろん農作物の この質の高さを訴求ってじゃあ質の高さってどうなのかっていうとやっぱり誰が作っているのかとかでかいですね誰が作っているのかとかでそういうのがちゃんと分かるかどうかっていうのも勝負なのかなでそして今回こちらの2つは全て制約条件になりますここはちゃんと書いてくださいねと。だから皆さん回答ね 書いて今ご自分の回答が例えば手元にある方はこれちゃんと制約条件かけているかでそれがあって初めてもちろんこっち側にもかかってもいいですそれをしっかりとかけるかであとはじゃあどういうネーミングにするのかここ難しいんですがここでは地域ブランド地域ブランド地域ブランドと書いてありますので地域のブランドっていうのはネーミングとして重要なのかな でこれ私が NHK の番組に出た時にも確かね2回目か3回目かちょっと忘れたんですけれどもちゃんとあの地域のブランドっていうのを出していこうと例えばそうですねまあそこでは例えば関サバとか有名なのあるじゃないですか関味関さとか結構皆さんねお魚好きな方もご存知かなと思うんですけども確かにすごい美味しいですありますねでそこでは駿河って言ったところね駿河の国の駿河サバっていうのを売っていこうっていうところで 診断士のまあコンサルタントの方がすごい一生懸命ね注力しているっていうまあ簡単なこうドラマがあってそこに対して私司会だったのでアドバイスをしてアドバイスっていうかこう意見を言って「すごいですね」みたいな確かもう覚え,ちゃう覚えてないんですけどね結構前のことなんでそんなイメージはありましたこうねアナウンサーの方と「すごいですねこういうやっぱブランドって重要ですよね」みたいなそういうコメントしたのはねあの当時何のコメントか忘れてましたけどコメントしたなって記憶は残ってますでその中でやっぱり出てくるのがちょうどこの地域のこのブランドですねネーミングと。 大きいです、まあ、そこでは駿河鯖ととただのサバってじゃあなんでってただのサバで売っちゃうとなんかなっちゃうんですよ、ね、缶詰でも値段を上げたいならばどうするのかっていうと例えばそうですね最近あのノルウェー鯖とかも結構ブランド高いですからね結構大きくて日本のより厚みがあるなんて言われてますがただやっぱ関サバとか関味っていうと値段がもうガクンと違うじゃないですか。 この辺なんですよどこで取れたかっていうのは皆さん牛肉なんて見ていただくとね山形牛ね松阪牛とかね神戸牛とかいろいろあるじゃないですかそういうブランドがついてるとなんかあんまりこう私なんてねお肉とか詳しくなくて素人なんですけどおすげえのかなとか思っちゃうで値段高くても納得しちゃうんですね。 やっぱそのくらいするよねと地域の名前ついてるものイコールなんか高いものみたいなイメージがあるとそうなってしまうですからここでは皆さんの今までの感覚とあとは地域ブランドこの辺の質問要求からじゃあネーミングはどういうネーミングにしたらいいのかっていうとやっぱり「X」氏の名前とここはやっぱ入れていただきたいですね。を感したネーミングとしていただきたい名前でも結構ですよ。 これは絶対に入れていただきたい。で、多分ネーミングについては。この設問要求だけで書いていこうとすると、ここは抜け落ちます。だからこそ、あの定義をしっかりと考えていって、ネーミング。で、これね、当時、実際にですね、まあ、合格者の方もそうなんですけど。ああ、ネーミングはちょっとっていう人結構いましたね。で、冷静に考えればわかるんですけど。 この設問要求からそのまま持ってこようとすると多分デザインシンボルはいけるんですよただやっぱりブランドっていうのは重要なのは皆さんご存知の通りネーミングじゃないですかどこで取れたかこれは皆さんあの重要ですよね皆さんが購入すると考えてください産地の表示っていうのは最近特に言われてますからその辺はぜひぜひ。 あの、そういうイメージで考えていただきたい。ネーミング抽象化すれば出てくるけど、しないとやっぱり忘れちゃう。もしくは予見情報とかだけだとなかなか出ないっていうのがネーミングの部分で、それが1番目回答の具体化の39ページのところを見ていただきます。とあるかなとで続いてはい。月ごとに旬の素材のデザインを施した。パッケージで季節感を演出しとあります。はい、デザイン。どういうデザインなのかと？と 強みは一つ旬の食材ですよねこの旬の食材を入れたら良かったわけじゃないですかだからそれはちゃんと施して季節感を出すとだからこれが何かっていうとデザインの中でそういうパッケージにしますパッケージってありますよね、はい、あな,なこれねパッケージデザインですからパッケージと。 でそしてもう一つが何かというと農産物の質を訴求する要は何か訴求するための何かが必要なんですよ質の高さこの辺はちゃんと触れてくださいための生産農家の名前とこれは欲しいですね生産農家っていうのはものすごく欲しいです。 生産農家の名前と、まあ、そうで顔写真って、まあ、最近増えてますよねシールを貼るこれが一種のななんていうのかなこの, X 市のなんかこ X 誌のシンボルなわけですよ山口おじいちゃんみたいななんかあるじゃないですか、まあ、そういったところこれすごく重要なポイントなのかなと。はい、よろしいでしょうかね、あの質問要求をしっかりと把握しながらそこで考えてくる。 じゃあなぜそれが必要なのかっていうとやっぱりアマの中で出るようにこのブランドって言った時にもう一つ考えていただきたいのはやっぱりブランド識別するっていうの大事ですよ、ね、X うの名前を出したりとか生産農家っていうのはブランドをやっぱり識別するここののは違いますよですからもし皆さんの書いた回答が不安ならばブランドの識別とかブランドの認知 ちゃんとそこにつながってますか？っていうのがクリアされていれば、これ点数取れるなという風うに考えていただいてもいいかなと思います。はいまあ、こんな視点もですね。加えて、皆さん、あと解説の方をまあ目通していただければと思います。よろしいでしょうかね。まあ、この回答は取りたいです。取りたい問題です。で、難しいのは第3問ですので。 一問二問でほぼほぼ取っとかないとちょっとですね当時合格した方もやっぱり第三問はきつかったななんて話をしてますのでまあ皆さんねどこで点数をしっかり取るかここをですねぜひしっかり考えながら復習を進めていただきたいと思いますはいじゃあ行きましょう続きまして今度は第三問に移りたいと思いますホワイトボードを移してくださいよろしくお願いしますはいじゃあそれではホワイトボードを移してください。 はいじゃあそれではですね第3問こちら説問の1から学習を進めていきたいと思いますじゃあ早速皆さんお手元の方を同時に見てくださいでまずお手元見ていただきますとこちらですね大文の方ですね第3問という大文の方の、まあ、具体の部分は一応抜き出してありますのでそちらをご確認くださいでそして説問ですね今回設説問の1です でこちらについてまず具体のところを見ていただきつつあとは、ですねちょうどお手元10ページですね過去問の10ページのところの、まあ、Y スーパーの全店舗実績あとは1.1週平均の販売実績、まあ、あと、その下ですねかまぼこのメーカー別と。 言ったところ、合わせて、あの、表のところも見ていただきたい。実績値ですね。で、こちら。で、今回、こちらの問題第三問は、かなり、この前段長いです。大問部分のところが。まあ、初めのこうね、制約条件長いというか、まあ、設問要求が長いという形になってるんですが。そもそも、そうですね。今回、このカテゴリー分析を勉強して、カテゴリー分析内容を勉強して、第三問ですね。次の試験に臨むっていうのならば、これ、対応の仕様もあるかなと思うんですが。正直、これ、いきなり出ました。 カテゴリー分析じゃあどうなのかっていうと、まあ、そうですねほとんどの人が、まあ、なんとなく書いたで本当に分かって書いた人はじゃあどういう人なのかっていうとそうですね大手の卸の会社の営業担当者で実際にこれやってたと仕事であとはビール会社とかで、まあ、そういった、まあ、そうですね試験員の先生たちの団体から研修を受けてこれをやっていた人以外は非常にきついかなと思います。 でこれ模範回答ですね。私の方でも作ったんですが、まあなぜじゃあ作れたんですかっていうと、こちらまあ当時ですね本にはないです。実際にあの出版されている本にはこの考え方っていうのは正直な話ありません。じゃあどこにあるのかっていうと、まあ私もですね、丸大手メーカーさん。 でですねコンサルやる時に、まあ、試験員の先生の団体ってあるんですねその試験員の先生方の団体、まあ、シンクタンクなんですがその団体の作ったまああるんですよそういう分析シートとかレポートとかそれを大手のメーカーさんが買います。で買ってどうするのかっていうと講師は私に依頼が来るんですね。 こう結構面白いんですよ大体あの大手のメーカーさんぐらいになってくると講師の選抜も厳しかったり教材の選抜も厳しかったりするんで、まあ、こういった実証分析系のデータはまあそういうシンクタンクでやってるところから買いましょう。でそれをもとにじゃあコンサルと講師は山口さんにお願いしてくださいという形でまあ人事の方から来まして、まあ、その会社も7年ぐらいやってるんですけどね、まあ、その時にちょうどこちらのカテゴリー分析を当時はですね、まあ、かまぼこのさすがに事例じゃなかったです。 私があの担当した時に、まあ、ずっとですねその会社さんやってた時に、まあ、使っていた事例っていうのはカレールーカレーですねシチューとかカレーとかのもっと細かいですね、まあ、大体その事例の中でそうですねケースがショートケースありまして2時間ぐらいやります2時間ぐらいしかもまあ本職の方ですね営業担当者がチャンネル戦略の一環として 例えばスーパーとか、まあ、そういったコンビニエンスストアとかにアプローチしていく時のまあケーススタディ、まあ、ケーっスてスいうかねそれをまあ本当にがっちりとカテゴリー分析だけで2時間みたいなそういう事例のケースやってました。でそれがよもやここに出るかと、まあ、通常ですね一般的に出てる出版されてる本とかから出るんだったらまだいいんですけど、まあ、この問題はですね多分不意打ちに近いので多くの方ができていなかったかなと。 でででももきななくてもしょうがないです今回初めてといった方で、ね、なんだこりゃという方いらっしゃると思うんですがそれはあまりねこう何て言うのかなできなかったから落ち込む必要はないかなと次に同じ考えのものが出た時にできればいいというふうに考えていただきたいとでこの時はさすがにですね、まあ、私のもとに、まあ、受験校どことは言わないんですけれども、まあ、仲良くしてるわけですよ。腰って基本的にあの 競合だって別にねあの同じ診断士ですからそんなに仲悪いわけじゃなくてまあ,ある講師の方から「これ知ってますか?」という電話があったくらいですからそれほどですねまあなかなかこうね使ったことないと難しいとまあこういう,こう事例になってますんでまあ今回そのね考え方っていうのをしっかりとしっかりとインプットしていただいて類似の問題が次に出た時にできるようにしていただきたいと思います。 はいいよろしいでしでょうかまあそういったところもね二、まあ、次の事例の2マーケティング流通っていうのはこういったなんか不意打ち的なまあ試験の先生たちがコンサルに使うようなやついきなりズバーンと出してくることもあるんでまあそこはですね、うん、まああまりよろしくないかなみたいなイメージもあるけどまあしょうがないこれをインプットすれば逆に皆さんが中小企業診断書を取った時にまあスーパーとかローカルスーパーのコンサルするときにはこういった知識使えますんでですからまあ 後々使えるものだと逆にねまあそういったイメージでまあ、割り切っていただいて吸収していただければと思いますはいじゃあ早速行きましょうこちらですね第3問なんですがまずはここ1行目ですねあります第3問の取引先に対してって書いてありますねで本文読んでいきますと Y スーパーが無償公開した POS データを集計したものなってますでこれを見た途端に そうですねこれを見た途端に抽象化としてあ、これはチャネル戦略の問題だなとこうくるように次はしておいてくださいはじめこう来ませんチャネル戦略相当やってないとデータを提供されてあ、これチャネル戦略上どう使うんだろうと例えばパワーコンフリクト理論というのが 一次試験で勉強したと思うんですがあチャネル戦略上これは情報パワーだなとここがパッと思い浮かんでる方はお仕事ででやってる方ですそれかその手のまあシンクタンクの方が来て研修受けたか実際にはコンサル受けたか。 たたまた私の実際に授業を受けたかと、ね、その会社でそれぐらいしか基本的にはもう何ていうのかな対応することは不可能だと思いますでこれでチャンネル戦略っていうところまで勉強していたら本当にですねマーケティングだったらこの診断士の領域を超えてますから、まあ、そこはそういうものだとただ今回はじゃあなぜ情報をこれ提供したのかと要はここに書いてあるのは無償公開したってて書いてありますね普通はしません普通大体ねこういうのね売ってたりするんですよスーパーのっ 売ってるの売ってるの買って分析して営業のの提案のお土産に持っていくで何をしたいのかっていうと自分の商品を売りたいわけですよいやこれ地域のねポス分析したらこういう結果になってるんですけどお宅はうちの商品入ってないんでぜひねうちの商品を導入してくださいというために使う。 じゃあそれを無償公開したっていうことはどういう腹積もりがあるのかっていうと要は取り先ですね Y スーパーの担当者はまあ実際にですねこのメーカーさんに対してこれ分析しといてねってことな分析しといてねとでいい分析結果だったら例えば今回みたいなこちらにあるねこのイベントとかをまたやるよとあとは御社の商品 まあ、あなたの商品取り先商品を拡大させるようなんてところが、まあ、裏にあるわけなんですよ、まあ、そこまで読み取るっていうのは難しいんでそんなものだっていうふうにちょっと今のところはインプットしておいてくださいはいよろしいでしょうかでここでまずチャンネル戦略が出るか出ないかで大きく違うんですが、まあ、なかなか難しいとじゃあ続いてはい水産練り物にはいきましょう練り物にかまぼこさつま揚げを含む揚げ物はんぺんちくわが含まれるそうするとまず 水産練り物という大きなカテゴリーがありますね。ありますね。でそして何があるのかっていうとまた小さいカテゴリーとしてかまぼこさつまーげとかそういうのがあると。で最後に出てくるのがメーカー別のいろいろなものが出てくるこれはちょっとですねチャート系にしていきますとどういうふうにしていくのかっていうとまずは水産練り物と。 まずこれがまあ上位概念というかねあの一番上のランクだとします。でそして次に出てくるのが例えばえー、とここからいきましょうかかまぼこさつま揚げと。でそれが続いていくわけですね下にはんぺんとか。 でそしてそのかまぼこの中にかまぼこメーカー別販売実績っていうのがありましてそこで次に出てくる階層が何かっていうと、まあ、B 社と今回の主役ですねあとは Z 社というところとあとはと PB と PB プライベートブランドですこれスーパーの商品ですこの大体こう3つが出てきますねと。 こういういまず構造になっているんだといったところでまずここで抽象化が図れるかこれもちょっと難しいですねですが見方としてはこういう形になります。見方としてはこういうい形よろしいですね。常にこれががつながっていますよとで水産練り物を含めた全体が例えば店舗の売り上げに結びついてくるというところになってます。 よろししいででょうかこちらですねで続いていきましょう今回こちら反則活動は B 社によるイベント開催とポップケースのみとそれしかないですよとポップとイベントの開催そしてポップはいで前年8月には行っていないし他の環境変化もないっていうことは要はイベントの結果だけで考えていきましょうっていうこれ制約条件なります。 これがないと例えばなぜこうなったんですか。といやいや人口が増えたからだよねとかこういう風な切り口も回答に出てきちゃうのが嫌なので出題者もそうですね採点しやすくしたいです。受験校と一緒です。そこはもう考えてますんでこれは何なのかっていうとこれが制約条件ですよと。だから証券が云々とかそんなことを書いてはいけないと。 ここよろししいでしょうかねここはちゃんと制約条件を縛縛ってきてきまますすこれ縛らなないいと答えたくさん出ちゃいます正直な話ね、まあ、研修とかだといろんなこうブレストを出して、まあ、私が「こういう答えっていいですねじゃあ根拠は何ですか?」なんてねこう盛り上げていけるわけなんですけど出題者はとりあえず「丸×の地獄ですからまあとりあえず絞って自分の思う答えが出たら丸「丸ダメなら×」としたいところですよね。ですからまあ気持ちは分かります制約条件。 でそしてじゃあここが前提とあってじゃあチャンネル戦略というのが分かったならばじゃあ今回こちら見ていきましょうという話になりますじゃあいきましょう説問1の方の文章を見てくださいかまぼこに関するっていうところかまぼこに関するイベント開催及びポップケースが当年8月の B 社実績に与えた影響は要はこれは与えた影響があるわけでそしてどのように評価することができますかじゃあこれどういうふうに抽象化すればいいのかと言いますとこれは 上のチャネル戦略といったところとリンクさせながらリンクさせながらこれは評価する評価の仕方って重要ですよね評価の仕方ってものすごい重要になりますでこれ評価の仕方って何ですかチャネル戦略上の目的っていう風うにここで抽象化を図ってください 今回の目的っって何だろうと言ったと言たころですねでチャンネル戦略上の目的っていうのは何かっていうとメーカーの場合はメーカーの場合はシェアを拡大させることってありますねですからシェア拡大とあとは何ですかあとはこれ2つしかないんですよシェア拡大ともう1つが価格の維持とこの2つです これはもう何ていうのかなチャンネル戦略論のもうセオリーというふうに考えてください。価格維持と要は価格を下げずに例えば昔で言うとメーカー希望小売価格みたいなもんですよ価格を維持してあとはシェアが上げれば売り上げは上がるとなりますよねですからこれがチャンネル戦略上の目的であって じゃあ今回価格についてって書いてあるのかっていうとこれは書いてないでしょ書いてないからまあ価格は今回ちょっと違うのかなと。ということはシェアの拡大っていうところを考えていかなきゃいけないよねという形になれば具体抽象そして具体の切り口はなんとなくシェア要するに自社の商品がこんだけ頑張ったよっていったことを言うんじゃないのかなというところをちょっと考えていただきたいと。 で今回はもう一つ出てくるのがはいカテゴリー競争構造の変化っていう風にありますここにカテゴリー競争構造の変化を踏まえつつ根拠となる数字なのでじゃあカテゴリー競争構造ってどこのことを言うんですかどこのことを言うんですかって言うとこれはどこですか競争構造だからここですよねまずメインここになってきますよね だから回答の軸としてどの部分が今回軸になってくるのかここですねカテゴリー競争構造の変化で根拠となる数値というのを用いてくださいねと用いてくださいねって言った時にどこの表を見て、まあ、見てというかそれを中心に分析をして回答を組み立てていけばいいんでしょうか言ったとい,いいんでしょうかっ,て言った時にまずシェア拡大っていうのがあります。 でなおかつここではカテゴリーですからカテゴリー別それはメーカー別の販売実績ですね使っていくのは販売実績をこれは設問のところであ使うのかなと1点1周平均のかまぼこメーカー別。 ありますよ、ね、でまあ使うんだったらもう一つが1.1、まあ、週平均の、まあ、販売実績で、まあ、この辺かなお店はいるのかなっつってお店はそうかな時数があったら何とかですね触れていけばいいのかななんてところを考えていただければと思います。ですから使っていくところのランクはこことここが中心になるんじゃないかっていうところこことこの数字あごめんなさいこことここの表現とあとは シェア拡大のあたりからこうなんていうのかなあたりをつけていかないとちょっと難しいかなと思いますですからここはい行きましょうこの一種益の販売ね一点の一週平均のこちらですね平均の販売実績と どこを使うかによってこれ切り口全く違ってきますんでここは中小化の時が勝負になりますね、まあ、ちょっとこちら前半省略してますね。ここののの1.1平均のメーカーカ別のこれ分かりますよ、ね、でそして回答を作っていきましょうというところになるとまずはじゃあシェアの拡大っていったところになりますんでここでそしてこの2つは加味しながら数値を根拠に入れながら。 回答を進めてくださいという話になります数値ねで分析はよろしいかなと思いますので分析の内容はですねこちら回答解説見てくださいだいたい41ページあたりに細かく書いてありますのでこちらを参考にしてくださいじゃあ結果見ていきましょう質問の1、はい、回答ですねまずはどうなのかとどうなのかとまずは B 社のはい 売上とシェア拡大がこれチャンネル戦略上の目的ですね B 社のェシェア拡大が Y スーパーのかまぼこ全体はいここかまぼこ全体ですねかまぼこ全体のこちら売上増に貢献したと評価できるこれ重要です。でポイントはポイントはどう書くのかっていうともちろん営業サイドの話なんで。 自社の拡大が取引先の売上増と、はい、結論はここを持ってこないといけないんです。取引先の何か例えば数量なのか客数なのかとここに結びつけないと例えばねこれ渡してるわけですよここの。 まあ、バイヤーさんは渡してるでちょっと分析してきてよっつって自社が良かったです自社が良かったです」っですばっかり書いたらなんだそりゃって思われちゃうからねこれも要するに相手方にとって「おうおうちの売り上げに寄与したんだね」っていうところを言ってもらって「じゃあよくやったねこの反則良かったじゃんもう一回やろうか」っていうふうに持っていくのが今回の営業なわけですからもう一回やろうかのこの一言をどう取るかっていうのがここでやっぱ勝負になっていくんですね。ですからこの Y スーパーパ自,のの自社の拡大実際に自社の拡っていうことはシェアの拡大ですね売り上げの拡大でも結構です自社の拡大が取引先の売り上げ増このロジックがあってあってそして組み合わせていくと自社というのはどこですかとじゃあ B 社で取引先っていうのはどこですかっていうと Y 社なわけですよで付け加えていってまず結論を先行で書いてます貢献したと、まあ、しなかったらそこは触れちゃいけない 貢献したところをクローズアップしていかないと。要はもう一回このイベントやってほしいわけですよ、これ。やってほしいっていうか、自社で実行したい。イベントを行うと、何ができるのかっていうと。今までの定番商品以外の商品を納入することとかも、結構できるんですね。これがでかいんですよ。要するに、あの、取扱量を増やしてもらえる。ここが大きいの、イベント。 ですからそこがポイントになりますはいじゃあそれではですねこの流れまずこれで結論ですねここの部分が何かというと結論を先行で書いていくという文章の書き方をしております結論先行とはい結論先行です結論先行型の文章とそしていきましょうそして何かとはい下側 数値の根拠を持ってて話してますまずここで考えていきたいのは B 社の売上は増加しましたよというところで自社の拡大これをより具体的に書いていくと数値で書いていくとここものすごい重要かな具体的かつ数値ですからまずは何増加してで PB の売り上げを抜きで B 社のシェア要はシェアについてもそうですね拡大なんでシェア拡大についてなんで5.5%増加して Z 社のシェアを奪った要は競合のシェアを奪ったというところがメーカー視点で小売業メーカー視点で小売業に対してアプローチする書き方と言ってもいいかなとまあ営業の書き方みたいなもんですただここでですねこれ本当にですね出題者の方よく分かってます。 僕これ見たたすすごいにやりだったんですよ分析してああもうこれよく分かってるねっていうまあすごい失礼な話なんですけどよく分かってるっていうかまあ僕もそっちの戦略のは結構試験の先生と同じくらい長くやってるんで見るとここでね皆さん見てください41ページ PB プライベートブランドのシェアって見てくださいここちょっとね面白いんですよ PB のシェアを見ていただきますと PB のシェア変わらないの。 当年の8月と前年の8月23.0%でしょここはねさすがねこれ分かってる先生っていうかねちゃんとまあ提案書とかちゃんとまあ多分この先生の出した資料で僕多分研修やってます同じあの流れですからですからその要は本当にメーカーさんの気持ちが分かっているデータなんですここもですね僕見た時に本当にこかゆいところまで手が届いてるまあ問題だなと思いました。 まあちょっと苦労としか笑えないんですけどじゃあなんで PB 皆さんなんで PB プライベートブランドのシェアが23.0で一緒だと思いますこれ一緒の方がメーカーとしては営業担当者がアプローチしやすすいんですよ例えば PB ってじゃあどこの商品プライベートブランドっていうのは小売業が売りたいものじゃないそうですねセブンアイだってみんなそうじゃない PB を売りたいわけそのシェアを自社のメーカーがすごい半分ぐらい取っちゃったら こう大体こう言われますバイアーさんにちょっとさね B 社さん分かるけど分かるけどさうちのシェア半分持っていっちゃうってこれどういうことなのってこう言われますよ。でなぜかっていうと PB っていうのは利益率は高いわけです。 あらりが高いこの辺は PB のメリットとして皆さんインプットしたことあるかなと思うんですが PB はあらりが高いあらりの高いものを売りたいのにメーカーの商品がそれ取っていっちゃったらさこれはもうちょっとどういうことなのというふうに言われちゃいますこれ本当にの話ねですからそこはね取材者の方しっかりと痒いといころに手が届くデータなんですだからこそこれ多分きちっとこういうふうに書かなければくらいますねそれだけ詳しくしっかりと設定できる先生ですから。 ななななんとなく知識があるのかなっていいう風に試した問題ではないではすこれ正直ちゃんとカテゴリー分析できますかという話ですのでちょっとこれね皆さん要注意かなと。でチャンネル戦略のちょっと上に書いておきましょうねカテゴリー分析と。 カテゴリー分析とかカテゴリー診断と言われますはい、まあ、一応こういったところで書き方はよろしいかなと思います PB のシェアは変わらないといったところも合わせていただいてあとはそれぞれね40ページ41ページ細かく見ていただければと思いますはいよろしいでしょうかね、まあ、結構ですね練られた問題かなと私はここに結構にやりとしましたが皆さん必ず今回インプットして次回はできるようにしていただきたいとはいじゃあそれではホワイトボード切り替えていきますんでこちらよろしくお願いします はいじゃあそれではホワイトボードを移してくださいはいじゃあそれではですね先ほどに引き続きまして今度は説問の2ですね学習を進めていきたいと思いますじゃあ前段のこの題文部分は書いてませんのでよろしいかなとじゃあ下いきましょうこ,こですね水産練り物担当バイヤーの立場もうここもですね本当にクローと的な問題なんですがちょっと見ていきましょうねお手元するとじゃあここで考えていきましょうチャンネル戦略上の目的いきますね チャネル戦略上の目的っていうのがあります。これ、先ほどやりましたよね。で、b 社のもちろんシェアの拡大と価格維持といったところあるんですが、じゃあ今回はもう一つバイヤーの立場という設問要求が入りました。ということは、じゃあチャネル戦略上の目的っていうのはもうちょっと変わってきますよね。一応オーソドックスなパターンだとシェア拡大とまあ。 価格維持っていうのがベースなんですがもう一つじゃあ今回はデータもらいましたバイヤーの立場から見た時じゃあバイヤーの立場に合わせて分析してあげないとダメでしょそうですねじゃあバイヤーってどうでしょうね何がこの必要なのかというかバイヤーはどうしてもらったら嬉しいのかというところですねどうしてもらったら嬉しいのか でここでじゃあ、どのように評価することができるのかっていうのはすべてそのバイヤーの立場ということにここではかかってきます。バイヤーの立場。これ、すごく重要です。ちょっとアンダーライン引いておきましょうかね。バイヤーの立場じゃあ、これ何かっていうとまずはバイヤーの評価というところですね。誰に評価されるのかっていうとバイヤーさん、まあ、この中で類推できるのは店長さんとかあとは本部とか。 まあそういったところですねですからここで出てくるのは戦略上の目的はどのように評価することができるかっていったところと考えていくとバイヤーの評価なんですよちょっと上に書きましょうこちらにね。いや取引先の、まあ、こちら Y スーパー内における評価なんですね。 バイヤーの評価、Y スーパー。ということはバイヤーってじゃあどういうお仕事なのかっていうのをまず皆さん考えていただくといいものを仕入れたりその自分の担当するカテゴリーの売り上げを上げるじゃあ自分の担当するカテゴリーの売り上げを上げるだけじゃなくてそれがお店全体の売り上げに貢献できたらバイヤーの評価はうなぎのぼりです。 そういういものですですからじゃあここでどのように評価根拠となる数字っていったところでまずこのバイヤーの評価っていうのを考えながら加味していくとまずはカテゴリー自社の例えばこちらで言うと水産練り物ですね。水産練り物のアップが 店舗全体のこの売り上げとアップにつながるというシナリオがちゃんと組めればバイヤーの評価は高くなりますすよろしいですかだからカテゴリーでみじくと大きいカテゴリーと小さいカテゴリーとさらにメーカー別という形になってきますね。 まあ商品別別といいいうううかメーカーカアイテム別みたななそういう形になってきますですから大きいカテゴリーの水産練り物でかまぼこはどうなのかで今回のポイントは水産練り物なんだけど一応かまぼこの,このイベントなわけだから企画が良かったのかって評価にもつながらなければいけないということは水産練り物の前提にあるここで出てくるのがかまぼこともちろん大門のこちら。 イベント開催ってポップ形質っていったところが前提でここちょっと省略しました説問2のところにも書いてあるようにイベント開催よりポップ形質が当月8月の販売実績に与えた影響はと与えた影響なので要はかまぼこのことをまずベースに考えていくですから一番いいシナリオはかまぼこのそのイベント当たって練り物上がって店舗上がりましたよっていうのが OK でもう一つじゃあ店舗の売り上げと。 店舗の売り上げといった時に売り上げっていうのは客数かける客単価ですよとここに分解してください必ずですねこれも一つのセオリーとしてインプットしていただければと思います今後ですね初めての方はまずこれを分ける客数かける客単価ねちょっとこうちっちゃくなりましたけど。 で,客数客単価でどちらが上がったっていうのを更に明確に言えるといいしそのデータは出ておりますですからここで使ってくるのは何かっていうとまず1つ目店舗全体っていうことはこの10ページの問題の10ページの Y スーパーの全店舗実績ですね。要はは全店舗実績ここで使うのは 全店舗の実績と、これになります。全店舗実績。でもう一つが何かというと、一週、あ、ごめんなさい、一点一週平均の販売実績。ここで使われてくるのは、一週の一点一週平均の販売実績と、間違えずに行きましょうと。 はいよろしいでしょうか。はい販売実績ですね。練りって書いてはいけないですね。はい、実績と。はいこれですね、どこのデータをメインで使うのか、でロジックとしては、このロジックがベストなわけですよ。よろしいでしょうか。じゃあ、それに合わせて回答を作っていきましょう。じゃあ、説問に見てください。41ページ。 見てくださいするとまずは水産練り物全体の売り上げ増が Y スーパーの客単価向上に貢献したで今回はもう一つ客単価というところにもアップしているのでそこをベースに回答を書いいてください実際に客単価これが単価が増加しましたよじゃあ何でって言ったらなんでって言ったらこのロジックとしてはこれが根拠になるんですね。水産練り物と 水産練り物が上がったのが上がったんじゃないんですか結論を先行に書いていく。それだったらバイヤーさん評価されますよね。で、もう一つはい、客数が減少し、ここがポイントです。じゃあ店舗の売り上げが大きく上がってないならば、ないならばどうしようっつたところですよね。その時に客数が減ってるっていうことはまあ、なかなか難しいじゃないですか。 ね、客数が減少し店舗売上げが横ばいであったが、はい、かまぼこの販売が、はい、いきまままましょうかかぼぼここここありますかまぼこの販売が水産、練り物の売上げを底上げし前年8月比で水産、練り物売り生産練り物全体の売パ上セが7%増加したとですからロジックとしてはこういう感じですね。かまぼこが上がっているとじゃあ、かまぼこのイベントを行ったの誰ですかと。 かまぼこのイベントとポップを OK 出して行った判断をしたのは誰ですかははいババイイヤヤーーささんんですねそしたたらら店長さんから見てよくやったなあのバイヤーはというふうに評価されますするとバイヤーさんも嬉しい本部の覚えもいい、まあ、出世をしていくと、まあ、こういうシナリオにつながっていくのは例えば皆さんが小売業とか、まあ、そういったところにおすめただったらお分かりいただけるかなと。 まあ私もあの小売業を務めていて、やっぱバイヤーさんはですね、このイベントとかがどうだったのかって本当真剣ですね。でやっぱりね、できるバイヤーさんは店舗にこう担当者にこう電話かけてきて、山口さん、今回イベントやるからね、ちょっとケース発注して、ちゃんとあの指示通りにしっかりと陳列してね、欠品なくしてよなってこうちゃんとプッシュが来るんですよ。でそういうバイヤーさんやると、ちゃんとイベントがまあうまくね、その顧客のニーズと合うと。 ま非常に店舗でも売り上げ上がってあのバイヤーのイベントは良かったねとなってバイヤーさんに出世しましたあの知り合いの方ですね、まあ、そういったところですですからぜひ、まあ、この回答導出の根拠として解説のところを皆さんしっかりと見ておいてください。 よろししいでしょうかね41ページの回答と42ページ根拠の方は今言ったところをちょっと細かく書いてありますのでぜひねしっかりとまとめてください、まあ、まとめてというかしっかりと理解をしていただきたいと思いますはいじゃあそれではよろしいでしょうかちょっと難しかった第3問続きまして第4問いきたいと思いますこちら写してくださいよろしくお願いしますはいじゃあそれではホワイトボードを写してください はい、じゃあいよいよ最後第四問ですね。学習を始めていきたいと思います。じゃあ上、設問一、もうこちら、具体の部分抜き出してあります。もう一つが、設問の二ですね。こちらも抜き出してありますので、皆さんお手元、あの、確認してください。十一ページですね。第四問、配点三十点の問題です。で、それぞれ、まず見ながらですね。あ、どの部分抜き出してあるのかなって言ったところを捉えて、じゃあ、いよいよ、抽象化に移っていきたいと思います。 はいじゃあお手元まず見てください,いきまましょう、ま、ずは B じャが計画する水産練り物ありますね水産練り物のインターネット販売インターネット販売が開始された場合という時にまず考えていただきたいのが、はい、インターネット販売の時にまず中小化、はい、メリットデメリットはいメリットって皆さん何ですか メリットまあこのいろいろとね一次のテキストとか2次のテキストお持ちの方は勉強されてるかなと思うんですがメリットって何ですかメリットっていうのはやっぱり証券がこう広がるっていうところメリットになりますよねそうですねあとは実際にまあ本当に24時間アクセスしてもらえるとかまあそういうのも簡単ですよね遠い方もアクセスしてもらえるとかまあいろいろとこう皆さんこうね あのいろんなショップとかインターネット上とかのを見てメリットっていうのを思い浮かべていただくと様々あるかなと思います実際には。でそういったメリットっていうのがあるんですがここでもう一つ考えなきゃいけないのはデメリット例えば遠くの方も買い物に、まあ、買い物することができるとかあとはそうですね店舗の面積っていうのが結構無限じゃないですか。まあ、そのの辺はあの、ね、ホーームページの回想とか見せ方っっってていう技術がが非常にに重要になってくるんですがやっぱり 中小企業だと店舗非常にちっちゃいそれがホームページだとものすごくこうね見やすく、まあ、あとは奥行きがあったりとかいろんな階層をうまくね見せるようにしていけばかなりの商品っていうのはアプローチすることができるしいろんな情報をそこで、まああのー、アピールすることができると店舗のプラスの情報ねですけど、まあ、デメリットっていうのが今回ですねちょっと考えなきゃいけないところですねですからメリットデメリットのどちらをじゃあ中心に上げていくのかっていった時に注意点ときてます ということは、まあ、デメリットって何があるんだろうとでそこでもう一つ売上に占めるちょっと省略してますんで本文読んでいきますと設問のところですね売売上に占める店舗販売の比率が減ります減るっていうことはお店の店頭でのパートさんとかアルバイトさんとか、まあ、そういった方たちのまあなんていうのかな活動は減るんですがファックスインターネットによる通信販売の比率が増えると想定っていうことはじゃあその人たちの人件費がゼロになるのか とといいうとそううそじゃないです。大体こういったとここっろはお店もあるんで、まあ、ちょこっと店番は必要なんですがファックスとかどんどん来るとですねこれ結構大変なんです私の知ってる和菓子屋さんあの代々続いていてかなりブランド的にも高いですで比較的安いんですねで非常においしいですこうむちゃくちゃおいしいと知り合いのパン屋さんとかケーキ屋さんに食べてもらってもこれはおいしいねというような和菓子屋さんがありますでそこの和菓子屋さんはお店の面積がまあ狭いと。 でそこで、まあ、あのおかみさんと、まあ、パートさんとで、まあ、2人ぐらいでやり取りしてると、まあ、やり取り取切り盛りしてるとでそこはお店の販売をずっとやっていたんですけど、まあ、要はネットで販売始めたんですよファックスとかそしたらこっちがすごい来ちゃってねすごい来ちゃってお店の店番はまあ普通なんですね若干縮小気味でももうはっきりとこうネットの方で人を雇わなきゃいけないっていう逆に人件費が増えてるんですよもう本当に 放送して送ってっとかかい、まあ、いろんなな手続きあるじゃないですかそういったところも含めて全部チェックしなきゃいけないからお店に来たお客さんに「はいどうぞ」とか「はいどうぞ」って売るよりも逆に大変だと。放送してて箱に詰めて、まあ、送るとでもうそれを時間が結構ギリギリに注文とか来ると,来ると要は宅配便とかとこう間に合わなきゃいけないっていうのでいろいろそことの調整もしたりとか結構大変だと。 で、まあ、そういったところで、まあ、インターネットの、こうね、あの、実際に販売にシフトすると、人件費が削減する。っていうのは、それは、ダボついてる場合で、人がね。まあ、普通、この小さい小規模企業の場合は。まあ、大体、あの、ツーウェイでやらなきゃいけない部分だけ、逆にね。人が必要だったっていうことも、必要になるっていうこともあるっていうのは、ちょっとインプットしておいてください。この辺は、皆さんが大きい会社の人だったら、人件費ってすぐ来るんですけど、そうじゃないと。もう、カツカツの人数でやっているよと。と でお店の店店の番ももちろんいいるるわけですよ店番もいると売り上げがほとんどもう減ったとしても1人でもお客さん来るならば店開けて掃除しなきゃいけないっていうのは店舗販売の鉄則ですからこれよろしいですね。はいで完全にやめるわけじゃないんでじゃあそしてじゃあどうなのかっていうとこいつがまあ、要はインターネットの販売が増えると想定されますっていうことはここで出てくるのが。 まあメリットの部分来るよねとじゃあここのメリットをどういうメリットなのかって言ったところをさらにさらに絞り込んでいきますとここです利益確保上の注意点ですから利益確保上の注意点なんであメリットじゃなくてデメリットねをさらに絞り込んでいくと利益確保上なんで利益ということは売上イコール あごめんなさい売り上げじゃないですね利益イコールにした方がですね客数客単価ってすぐ出てしまうんでね利益イコール売り上げマイナス費用ですよね。費用じゃ人件費が下がる上がる、うん、ここはそんなに関係ないなと先ほど言った通りなんですがなどういうじゃどういう費用が出てくるのかファックス注文とかっていうのをこれは予見文書を見ていただくとこのデメリットちょっと青でリンクさせましょう。 デメリットこの費用のところで考えていくとどういう費用が増えるのかなっていうとここに、まあ、回答にもちょっと書いてあるんですけど配送の費用なんんででですすすよよ配配送送は絶対増えます店舗販売だと入ってて渡して終わるんですよ大体がで、まあ、配送ぐらいだとまあそうですねファックスの注文で今まででもやっていたので OK なんですが格段に配送は増えますよねだって店舗の売り上げの部分がほとんどシフトしてきたら配送が店舗分増えるわけです。 ですからまずここで出てくるのが費用として配送費用というのがちゃんとかけますかとはいですからこれをもう具体化していきますと何が増えるんですかとこの配送の費用がアップしますよとじゃあここで終わりでいいんですかといったところなんですね。配送費用が上が上る じゃあこの上がる配送費用をここでは上がるっていうことだけを書くと片手落ちでじゃあどうするのかとこれを低減させなければいけないですよと下げなきゃいけないどうやって下げようかなというところですね。で例えば何度も何度も配送すると上がっちゃいますよね。 まとめて買ってもらうっていうことを考えていかなきゃいけないからここが難しいなぜかというと今回の事例はマーケティング流通に関する事例です事例の2ですからマーケティング流通なのでまずこちらも見てください売上売上というのは何かっていうとでもちろん出題者の視点から考えていくと。 客数かける客単価、よ、オッケーですか。で、その客単価っていうのは何ですか。商品単価と買い上げ個数、ここに分かれますよね。で、大体のロジックとしては。考え方ですね。買い上げ個数を。 増やしてていいいいくくという方に一応重きを置いてくださいまず当たりとしてこれはもう本当に近年の死刑の傾向だだいいう,うに考えてくださいそうすると買い上げ個数こいつを上げていく方向で何かないのかなって検討していただくといいですそして客単価だって先ほどもそうでしょスーパーの時も客単価でしょね客数コントロールするっていうのはちょっと難しいわけなんですよ ね、次に出てきますけどね次は説問2が今回は客数にに近いところになってきます、ね、オフラインからオンラインといったところになるんですがじゃあここはっていうと同じ客数だとダブりかねないので、まあ、まず客単価に当たりをつけてじゃあ売り上げを上げるとで利益は上げていきたいともちろん利益確保するか確保するっていうことは一応上げるか横ばいは絶対取りたいわけですよ。ですよね。はい ですると費用が上がっちゃうとまずいので費用をできる限り下げるのは難しくても横ばい、ね、もしくは費用がちょっと上がったけど売上がもっと上がるようにすればいいというふうに考えてください。でするとじゃあここで提言回答のをちょっと見ていただきたいんですがここで見ていただきたいのが配送費用を低減するで同時購入じゃあそこでどうするのかじゃあどうやって 提言させるのかっていうと、ここで同時購入をさせようと。こうつなげていただくと。売上を上げるというマーケティング本来のロジックと。あとは今回の質問要求、設問要求の要は注意点。ここがリンクした回答になります。はい。もう手堅くいきましょう、この部分。で、結論をまず書いて、じゃ、丸一何かと。 丸に何かっていうと同時購入のための施策で丸二としてこれは具体的な例というのを書いていきましょうと具体例ですねはいじゃあ具体例って何ですかといいますと具体例見ていきましょうまず丸1一定額以上の購入者に対して無料サービス大い5,000以上お買い上げの方送料無料とかありますねそれで四と4800円だとよしもう一品買っちゃおうかなっていうのが 買い上げ個数あともう一つが何かっていうとこちらはいこのいろいろとおまけを入れてもらえると、まあ、いらないおまけもあるけど結構ね嬉しいのもあるんですね。私もなんんかナッツを買ったんですよ会社ででナッツを買った時に別のなんかこう買ってないこう例えばマカダミアとかが入ってくるくるみ買ったんだけどねそういうのがこう入ってくるとあなんかちょっと嬉しいんですよねこれもお試しくださいとか新しいものですみたいなねそうすると今度それも買おうかなという形で要は そのサンンプリングですよ一緒もしくは試供品これをも,うもらうことによって次の購買に結びつけるっていったところも利益確保上の注意点につながるのかな、まあそういうのも入れてあげてもいいと思いますあとは贈答品や取りちょ寄せ品のラインナップを拡充するすなわち買い上げ個数を増やすためにはラインナップがないとこれとこれとこれって買えないじゃないですかこれそうですよね。 2個3個買ってもらうときには買い上げ個数を増やすための前提条件としてラインアップを増加させるというところがポイントになりますラインアップ。ここは関連して覚えておいてくださいはいよろしいでしょうかねはいじゃあ続いていきましょう今度は集客の方になってくるんですよインターネットに集客するじゃあ今回のこの説問の2を見ていただきますとまずは ドメインですよね「X 市」市地域外の消費者をターゲット」ということでここで「誰に何をどのように」というドメインについて CFR なんかこの辺に触れなきゃいけない問題なのかなというところは見て取れるかなと思います。じゃオオフラインとオンライインンンとありますね。 じゃここをどうやって考えていくのかオフラインの施策によりインターネット上のオンラインの売上拡大でここで重要なのは突拍子もないことを書いても点数にならないすなわちリスクを低くするためには実現可能性の高い答案を書かないと難しいですということは何を活かしたらいいですか標的顧客に対して顧客機能を提供しますこれマーケティングそうですね標的顧客に対して顧客機能を提供するということはその リソースの中で強みを考えなきゃいけないですねじゃあ強みって何ですかとしかも強みでかつこのオフラインでの施策って何ですかとここですねちょっとつなげますよ強みでかつオフラインの施策って何か強みってありますかというとここありますえっとですねいきますね えっとスワット分析見てください。19と20あります。19と20何かっていうと強みの19と20見てください。Y スーパーとの関係強化で食育やりましたと親子の食育で参加した方ねあのいろんなこう声を得られるとでプラスですよね。でこれは何かっていうと強みの19と20じゃあこれって成功したのか。 っていうとこちら見てください。機械のこれ五番目機械の五このイベントへの依頼があったということは多分できるだろうと思ったからきょあ競合じゃないできるかだろうと思ったから取引先から依頼があったということはこれは多分得意というふうに判断していただいてもいいですよね。ですからこれは機械の五番目これを根拠にも根拠にして実際にはですねこちらまず R の中で強み まあこれも根拠ですでそして提供できるよねと食育のイベントでまず人を集めないといけないじゃあ DM 送りますどこに送るんですかっていう話になるからまずは得意技を持って集めていくよろしいでしょうか、はいまあ、そういったところがポイントじゃあ誰にと標的顧客誰にしますそれはちゃんと言いますよ機械ちょっとこれ黒で書きましたが機械の2番目。 もう回答にも書いてありますす観光客です機械スット分析皆さん見てください、あのー、こちらの過去問の中の36ページと、えっと、35ページね3536見てください3536特に36ページですね機械を見ていただきますと標的顧客が分かりますするとじゃあこのオフラインでの施策の誰には決まりましたでオンラインの売上拡大に持ってくるために何をしなきゃいけないのかっていうと このイベントで何かをしなきゃいけない配ったりすることですよねでその時に配らなきゃいけないですよとじゃあ何を配るんですかっていうとまあチラシとか、まあ、ここはベタなんですがえっといろいろとカタログねあとは実際には宣伝してネットに引っ張ってくるこの辺はもう実現可能性の高いものを書いていただければいいかなと例えば試食をして味わってあ美味しいねというふうに言ってもらわないといけないとそうですね 味わいなぜかっていうと強み今回強みの中入れてませんけどこのちょうど B 社の持続的競争優位で一番の強みって何でした一番の強みはこれはこのさつま揚げは強みの3番目35ページ他社にはない原材料箱合により食感が柔らかく顧客から高い評価を受けているとここですよねこれが強みの中の強みなんですだからそこをしっかりと強みの 二番目、これをアピールしないといけないと。ね、で、そういったところをしっかりとかけてれば、点数につながるかなと思います。強みの、えっ、ー、とですね、三番目ですね、ごめん、ごめんなさい、三番目と。はい、で、そこを踏まえて、ちょっと下の方ですね。踏まえて、回答の方を書いていただきたい。ここは回答で代替します。 ですると回答で代替していくとまずお手元44ページ見てください前段は誰にこれは絶対書いてくださいで何をというところでこちら食育イベント食会でそれが強いわけ食べさせればもう勝ちっていう感じですよね強みの中の強みを発揮できるとで購入を促進してでカタログをその場で配ってすぐ注文できるようにしてもらうとか。 URL これですよとこうやって検索してくださいここクリックみたいなねチラシを入れて送っておけば来てくれるとオフ,ラインからあオフラインからオンラインに誘導できるとつながりますはいよろしいでしょうかあとはそれぞれ皆さんねお手元見ていただきまして、まあ、今回の第4問の中で実際にはですね今回の年度ちょうど25年度終わりなんですがちょっと難しい例えば新しい部分第3問も含めて出ますがこれは本当にインプットしておいて。 今後出題された時に必ずあの得点できるようにしておいてくださいはいじゃあよろしいでしょうかこれで講義の方は時間になりましたんで終了にします皆さんお疲れ様でしたあとこちらしっかりと写してくださいよろしくお願いします